キルメスはアルゼンチンブエノスアイレス州の都市であり、キルメスパルティードの成長所在地である。人口は23万810人。首都のブエノスアイレス特別区から南17キロメートルにあり、大ブエノスアイレス都市圏に含まれる。キルメスの氏名はアルゼンチン北部のトゥクマン州、サンミゲルデトゥクマン周辺に住んでいた、キルメス族という先住民に由来している。世紀、 スペイン人侵略者たちは、キルメス族の土地の支配を何度も心を見ると、ついに、キルメス族は敗れ、スペイン当局が統制できる、ブエノスアイレス近郊のコロニー内に住むことを強いられた。このコロニーは1666年にエッサルタシオ生ンで、ラサンタクルスデロスキルメとして設置され、キルメス族は、トゥクマンから1 0 0 0トル離れたコロニーまで徒歩で、 向かわせられたため、旅の途中で何百人も死んだ。1810年までに、コロニーは放棄されて、ゴーストタウンになったが、土地は小区画に分割され、1818 18年にキルメスの町が建設された。イギリスのリオデラプラータ進行中には、イギリス軍はモンテビデオからキルメスを通って、ブエノスアイレスに進行した。19世紀後半には、 ヨーロッパからのアルゼンチン移住が、盛んになり、街の発展は加速した。1880年のブエノスアイレス連邦化によって、キルメス氏は新州都とされた。キルメスパルティードの中央部に位置し、北側にはベルナルやドンボスコが、南側にはエスペレータやサンフランシスコソラーノやビジャラフロリダなどがある。キルメス氏は東キルメスと西キルメスの2つの地区からなり、 ブエノスアイレスとラプラタを結ぶロカ線の線路が両地区の境界線となっている。東キルメスは比較的豊かな住民が多く住む地区であり、大型ショッピングセンターがある。東キルメスの中央部にはアルゼンチン国道 A001 号線が走っている。ラプラタ川に近づくほど住居者の収入が低くなり、川沿いの空き地には2つの大きなビラミセリアと呼ばれる。 不法選挙地が存在する。この一帯は何度か大規模な洪水を経験している。キルメスパルティードの地区図支店2001センサスインデック &DPE、キルメス市の名前はセルベスサキルメスでよく知られている。セルベスサキルメスは1888年にドイツ系移民の夫をベンベルグが起こしたビール会社であり、依然としてキルメス最大の雇用者数を誇る事業所である。 現在は年間150億リットルのビールを製造しており、セルベッサ・キルメスはアルゼンチン国内のビールシェアの75%を占めている。キルメス市には2つのサッカークラブが本拠地を置いている。キルメス AC と CA アルヘンティーノ・デキルメスは共1 8 9 0年代後半に設立されており、アルゼンチンで最も歴史あるサッカークラブの一つである。 キルメス AC はイギリス系移民の JT スティーブンソンによって設立され、キルメス AC でのプレーが認められなかったアルゼンチン人選手たちが CA アルヘンティーノでキルメスを設立した。2014年には国際ホッケー連盟によってホッケーチャンピオンズトロフィーがキルメス市で開催されている。キルメス市聴者、ありがとうございます。